さて、先月27日の特集コーナーでは練馬交響楽団のスプリングコンサートについてお話を伺いましたが、私このコンサートに2月4日の立春の日に行ってまいりました。会場に到着すると本当に行列ができていて多くの方が訪れていました。そしてホールの中もとっても素敵で、団員の方が登場すると女性の方はカラードレスを着ていたので本当に視覚的にも春を感じられるような風景でした。で、肝心の演奏の方なんですけれども、春を主体としたワルツが中心で、シュトラウスの春の声やヴィヴァルディの春、おなじみの曲ですね。そして私も大好きなバレエ音楽のくるみ割り人形もありました。そして後半の、ラベルのラ・バルスなんかはとっても迫力があって圧巻でしたし、アンコールのメリーウィドワルツもとっても心地よくて本当に春を感じられるようなコンサートでした。次回は6月17日土曜日に所沢市民文化センターで第77回定期演奏会が開催されるそうですよ。モーツァルトやブラームスの楽曲なども演奏される予定です。ぜひこちらもお出かけになってみてはいかがでしょうか。